やったなこれ。あ、怪我。よくやったぞ。こんにちは、ケンシです。今回なんですけども、山本くんにドッキリを仕掛けたいと思います。内容としては、山本くんが最近どんどん太ってるんですよ。3年前ぐらいの動画、この今表示されてるやつだとめちゃくちゃ痩せてるんですけど、どん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 太ってって、だけど彼だけ健康診断の結果が一番いいんですよね。なぜか。で、まあ、その健康がありきのお仕事なんで、まあ、より健康になってもらうという企画で、最近といっても僕先週からパーソナルに行き始めたんですよ。でそのパーソナルに行き始めたんで、そこに山本君に昨日電話した時に、明日新しいクライアントと打ち合わせがあるから、で山本君もぜひ来てくれって言ってたから一緒に行こうっていうので、急遽一緒に行くことになったんで、まあ、彼は今日打ち合わせがあると思ってるんですよ。そんな彼を呼び出して一緒に行ってパーソナルを受けさせて、地獄の底に叩き落としてやろうかなっていう、めちゃくちゃきついんで、そこの辺をね、ちょっと根本くんにも経験してもらって、まあ、より健康体で楽しく生きていけるように、そんなきっかけを作れればと思います。それでは行ってみましょう。糖尿の数値はいくつだったの？空腹時間。空腹時間装置。このまま行ったらあなたは糖尿です。こう管理栄養士かもしれない。あと肥満症。メタボリック。どこ行ったらいいかな。ああ、なんかあれじゃない？ザビックス。お疲れ様です。なんか工場を見て事務所行きましょうみたいな。そしてこの雨や水の後、うん、一気にちっちゃい工場があるんです、縫製の。あ、そう、夕方以降ぐっと風が冷たくなるところが多いでしょ。タグ付けとかの作業やってる。その昨日やめてまっすぐ帰ったの？まっすぐ帰ったよ。健康診断終わりで気持ちよくなっちまって。気持ちよくなったね。まあ、ビール、まあ、カラオケビール最高だね。うん、カラオケじゃない、カラオケビールか。そう、カラオケじゃない。いや、糖尿病にこのまま行くとなるよって言われたらしい。管理栄養士の妻から。仲裁裁判所は。ああ、管理栄養士のお妻から。そうそう。これはまずいですね。ただ数値も見てもらったってこと？そうそう、速報の結果だけもらったら、出したいけど、それもしたらダメだって。適当に、なんか、銀行あれば。目の前でちょうどそこの角入ったところ、うん、確かに、ね、うん、まあ銀行なんで草場は、あ、セブンもあるよ。よし、車止めてくる。ちょっと荷物置いた。オッケー、じゃあまた5分10分で。おはようございます。よろしくお願いします。ケンさん、本日はよろしくお願いします。お願いします。大和くんが太りに太ってるのと、昨日人間ドックやってきたんですけど、はい、血液検査と、はい、尿検査の速報が出たんですよ。はい、そしたらなんか糖尿病予備軍だよみたいな感じで言われたみたいで、ああ、そういうのがちょっと出ちゃってるんですね。ちょっと出ちゃってるんで、はい、運動不足、はい、このまま行ったらっていうやつらしいんですけど、そうですね、まあ、多分微量なんでしょうね。だから多分体内の糖質を消費しきれてない、はい、はい、今日ちょっと向こう側まで。そうですね、よろしくお願いします。枯渇させましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ちょっと待ってください。ようこそ。こんにちは。こんにちは。やったなこれ。打ち合わせです。打ち合わせです。打ち合わせです。あ、アパレルの話です。そうですね。あ、はい、よろしくお願いします。体専門のアパレルの方です。ボディメイクです。予備軍肥満症。このまま行くとっていう。そうですね、肥満症です。なので、ちょっと今日はその体内にたまりたまった糖を枯渇していただこうが、はい、使い切っていただこうが。マジっすか。キャンターもカラッカラになっちゃう。ええけど、服が、あ、全部持ってきてます。トレーニング用のドリンクも持ってきてます。ビフォーアフター見えるかもしれない。どうぞ。ありがとうございます。
やってんなやってんな。どんな感じに追い込めますかね、今日は。まあそうですね、一応前情報で第一からはちょっといざとこしが少し支障が出てるところで、はい、まあ、下半身のメニューはやるんですけど、もうちょっと可動域と動き見ながら、うんうん、でまあ、上半身は多分問題なくできると思うんで、まあ先にちょっと上半身やって、はい、下半身の方はちょっと探り探り、はい、メニュー数は逆にそっちを多めにしないと、うん、腰から下の筋肉とか人間7割あるので、うんうん、そっちの筋肉いっぱい動かしたけど糖質の代謝っていうか、はい、まあ、消費量が一番大きいんで、はい、ちょっと上半身で軽くアップして下半身で追い込み切るという感じで、よろしくお願いします。やだな。ちょっとお腹見してみ。よろしくお願いします。こんな面白い人いる。まあまあ来てます。来てます。そうですね、ぽっちゃりだったらまだいいんだけど、だらしだいだけだ。仕上がっちゃった。そう、仕上がっちゃった。どうまい。そう、確かに。進撃の巨人出てくるんですよ。狙ったでしょ、これ。これ狙ったでしょ、あなた。まあ、ちょっと少しカウンセリングを考えたいんですけど、はい、運動歴とかってどういう感じですか。運動歴はもう、小中高はバスケットやったんですけど、はい、社会人になってからは、もうほぼ何もせずに、たまに、それこそ3、4年ぐらい前に健一とジムに行って、はい、ちょっとやってたぐらいで。それ以外はほぼほぼ高校の時のバスケはまだガチな、あ、ガチガチガチと、まあ、ウィザーズしっかりやったりとか、ランニングとか、ちょっと筋トレはそんなになかったの。合宿、合宿系な、はい、追い込みもあるような感じです。そこまで筋トレには力入れてなかったとかですね。あ、ほんと、はい、自重でなのがメイン。あ、そうですね、そうです。で、膝と腰がちょっとあまりよろしくないっていうのが大地が聞いたんですけど、はい、どういう感じですか。膝、こっちの半月板がちょっと調子悪くて、それいつぐらいでいいんですか。それは、今年去年か。去年、はい、すごい新しい。なんで一昨年じゃねえの。そうですね、一昨年。なんか普通に横運動したら先行けなくて、はいはい、ここら辺がちょっとしっかり繋がってないから、はいはい、みたいな感じ。なんかまあ日常生活する分には特に問題はないですけど、うん、膝深く曲げたりしたらちょっと痛いとか。ああ、そうですね。今も痛いですか。ちょっと一回曲げてもらってもいいですか。屈伸運動をやるとパキパキになって、うん、はいはい、なんか重いものをずっとこうやってた時から屈伸伸ばすと大丈夫なんです。少しね、はい、ちょっと緊張を受けると引っかかるような感じ。そう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 。あ、分かりました。腰は、腰はなんだ、骨盤から来る痛みなのか、たまに、うん、全然こうやってやると動かなくなったりとか。今はだいぶ良くなって、はい、前はもうこの時に可動域が出て5分ぐらいしかなかったんですけど、うん、最近割と調子いいんで、うん、わかりました。第一したらなんとなく、はい、最初の種目ですか。最初はまあちょっとまあベンチプレスからいこうかなと。はい、はい、まあ一番あの時もちょっとお話しはさ聞こえてたんですけど、胸からちょっと始めて、はい、で上半身ちょっと動かして、でまあ結果的に動かしていけば血流は良くなるので、はい、ちょっと体温を上げていきながら下半身を少しずつやってみればなと思うので、まあ、本当だったら下半身から始めるんですけど、はい、まあ膝の問題と腰の問題があるので、はい、ちょっとベンチプレスからいきます、はい、で今日スミスマシーンでやるんですが、うちのスミスはこうストレートって言って上下にまっすぐ動くもので、はい、ここの骨の真上にこう胸骨の下の溝落ちあたりぐらいにこのバーが来るようにちょっと横になっていただいて、はい、そう、安定して足またいでいただいて、はい、頭に落ちて、そうです、もっと上です、もっと上です、そうです、はい、そう、頑張れ、ここここです、ここです、で足はこのダイヤルをグッと置いてもらって、そうすると足でお尻をグッと上げてみてください。そう、腰反れるじゃないですか。はい、で反ったままお尻に戻してます。はい、そこのままこの位置をキープしてください。で足は絶対にバタバタさせない。はい、で、小指で、この線を小指で握っていただいて、で、やっぱこの状態だとこう手首がこうちょっと負けちゃってるんで、はい、これ親指をこう立ててもらって、こうです。そうすると指の腹で押せるんですよ。こういう感じです。これに行ってください。そうすると手首が立つんで、これで徐々にこう慣れてきたら握り込んでもいいですし、はい、そう、手首のタッチをまず覚えていくようなイメージですね。はい、で、これで一回フック外して、で手首立てたから、そう、立てて、親指立てて、そう、それで 息吸いながら曲げていって、力んでから吐く。力んでから吐く。息吸いながら曲げます。で、ぐっと力んでから吐く。そう、で、ぶつけていいですよ。吸って、力んで、吐いて、そう、はい、吸って、力んで、吐いて、はい、吸って、力んで、はい、はい、吸って、止まらなくていいですよ。もう跳ねるイメージ、跳ねるイメージ、これ跳ねるイメージ、はい、
トン、そうそうそう、吸ってトンと自分でやってみて、そう、あと2回いきましょう、そう、はい、ラスト、はい、OK です、 OK です、健康になっていくぞ2020、まあまあ弱いかもしれない、まあまあ弱いかもしれない、いや今次40です、次40、そう、一応、まあ、セミスマシンが5キロぐらいしかないんで、これ一応こう釣ってるんで、うん、なので、まあ、5キロはエンカウントしてカウントしてないで重りだけのカウントするんですけど、うん、40どうだろうな、いやそうですね、ちょっと僕も30やってもいいんですけど、ちょっとまあ一応男性で成人してるんでね、ちょっと成人してるんで、ちょっと成人してるんで、成人してるんで、はい、行きましょう、吸って、はい、1、そう、2、3、そして力む、力む、吸って、力んでから吐く、そう、はい、シュッ、そう、はい、ゴー、そう、胸張ったまま、上手、上手、はい、ラスト、6、胸張ったまま、胸張ったまま、はい、吸って、はい、力んでぐーっと、はい、OK。どうですか、どうつけて50でいきましょう次はね、3回でいい、3回、次50キロ、3回で、はい、大丈夫、やめてくれ、俺も同じことやるから休んでる時にね、うん、ちょっと見れますから、はい、はい、まだ休んでないですよ、しっかり休んでからいきましょう、戻りました、胸来てるでしょ、来てますね、そうです、そうです、いきましょう、1、3、はい、3回、はい、3回、1、はい、しっかり吸って、これ2、はい、ラスト、3、そうそう、胸張った、胸張った、そう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 、しっかり休憩して、はい、いきます、1、2、3、はい、しっかり手伸ばしきって、ちょっと力して、はい、せーの、はい、グッド、はい、いけ、いけ、いけ、そうそう、粘れ、そうそう、そうそう、いけ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 、押し切れ、押し切れ、1、2、3、2セット目、はい、グッド、はい、せーの、はい、1、2、3、力んでから吐くよ、2、そう、力んでから、はいはい、力んで、グッと力んでから吐く、そうそう、から、そうそうそう、はい、4、吸って、力んでから吐く、そう、はい、5、はい、グッと、そう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 、はい、6、はい、グッと、はい、4、押せてる、押せてる、はい、グッと、はい、8、はい、あと2回頑張ろう、2回頑張ろう、90、90、はい、せーの、9、健康よ、ブチブチ言ってる、はい、いってますね、ブチブチ言ってる、いきましょう、1、2、3、はい、そう、はい、せーの、はい、そう、目当たまま、1、そう、そう、もうスムーズ落としていいですよ、全然6個取れないんですよ、2、そう、もっとこう、ためためためて、3、そうそうそう、もっとスピード上げていいよ、左、そう、4、上手上手、はい、5、そう、早い早い、力んでから、力んでから吐く、はい、はい、6、そう、力んでから吐く、力んでから吐く、はい、はい、シッチ、そう、今の上手、今の上手、はい、8、そう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 、はい、9、ぐー、そうそう、いいね、ラスト、10、はい、ぐー、押し切れ、押し切れ、押し切れ、負けるな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 、いける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 すげえ、初めてだ、こんなこんなのこんなの初めてこんなの初めて嬉しい機会だね、うまそうに飲んでますうまそうに飲んで買ってきたで、背中やっていくんですけど、はい、メインは懸垂なんですけど、はい、でもちょっとこう肩甲骨がね、なかなか動く感覚がわからないと思うので、はい、最初にちょっとアップでこっちのケーブルで引きながら引いてから懸垂の方やろうと思います。はい。野山君、家で懸垂だけはやってる。懸垂だけ。お、すごい。この2ヶ月やってないんで。それやってない。やってない。やってない。やってたっていう。やってた。ちょっと待って、ついて。家がちまって。よし。うわ、すげえ。すごい効いてる胸やってね、はい、そう、次背中効きますから、はい、頑張っていきましょう。
座っていただいて、手をピッと伸ばして、若干斜めになって、はい、手の甲をまず上向いてる状態から、ねじりながらグッと引いていく。そう。はい、で、そうで、また吸って、はい、グッと引きながら、そう。そうですね。いいですね、いいですね。それで、じゃあ行きましょう。はい、この場合。はい、3。グーッと引いていく。そうそうそう。はい、4。グーッと引いていく。そうそうそう。はい、5。グーッと、そう。はい、6。そう、楽しみで。グーッと、こう、そう。そう。はい、4。1。そう、キックをキック。そう。はい、8。そう、胸当て。はい、9。目線は常に上ですよ。はい、そう。はい、10。グッと。いいね。はい、1。あと5回。はい。2。グッと、そう。3。グッと、そう、じゃない。4。ワクチンです。そう。はい、そう。5。はい、グッと。OK です。はい、スティッシュ、お疲れ様。そう。はい、そう。強い、健康状態でございますね。はい。そう、こうねじりながら寄っていくような感じ。はい、そう。で、今度は肘を開きながら、肩甲骨グッと、そうそう、ここをその、寄せてみて、そう。はい、で、そう、目線。ちょっと斜め、ちょっと斜め。あ、そうです、そう、上手。そうそうそう、そう、胸が出て、しっかり、そう。これは呼吸はどんな感じですか？同じです。吐きながら、吐いて、吸って、吐いて、吸って、そう。これで止めなくても大丈夫です、息は、そう。そう。6、そう、いいですよ、はい。7、そう、肘立て、1、2、8、こっち、そう。斜めに。9、こっち、そうそうそう、10、そうそうそう、いいですね、はい、1、2、3、そう、4、あら、そう、5、はい、OK です。余裕そうだね。はい、懸垂だけやってるから。一回じゃあ懸垂してるからって言ってるんで、何回できるか見てみます。今ちょっとやっちゃったからな。ウォーミングアップじゃない。背中危ない。そしたら一番、まあ、人がやりやすいと言われてる検査でいきましょう。はい、この内側のこの V 字をこの風に握ってもらって、はい、これでちょっと出るし、了解です。一番できるはずですから、ね、できるはずです。限界やってますから、本気で。そう、見せて、はい、1。頑張れよ。いけるよ。できる。1です。やってるから。まあ、でも1はできましたね。そんなにちゃんとジャンプもせずに、はい、こちら足も、あ、こちら足も、そう、入れていいんですよ。そうです。で、足ピンと伸ばしてもらって、はい、今と一緒でこう引くときにお腹に力入れるじゃないですか。はい、じゃあ、お腹に力入れながら同じようにしっかり上向いて、はい、引いていきましょう。せーの、はい、グッと、はい、1、さっきの引いてますよ。そうそうそう、はい、2、そうそう、3、そうそう、4、上向いて、そう、上向きに行くイメージ、5、そう、6、そう、7、8、9、上向いて、そう、10、で、足上げて、そう、あとまだ2セットあります。セルフ OK して。もう足に来てる。足やってない。始まってもない。足やりませんでした。足に来てる。頑張れ。ノーペイン、ノーゲインだぞ。はい、よいしょ。はい、グッド。じゃあ、ヒリソンのやつ、はい、2、そう、3、そう、4、はい、よいしょ、できるけど、そう、6、この状態でいいです。で、ちょっと目線は斜め上に向いておいてもらって、じゃあ、左手どうぞ、握ってください。で、手を伸ばして伸ばしてですよ。右手を握ってください。で、ぐっと前に伸ばして。そしたら、そう、こっち側に向けてもらうと、目線の上、ここら辺に手を置きます。で、基本ちょっと小指をこっちにひねるようにします。はい、で、これ開きながら、肘曲げですよ、ぐーっと肘曲げて、ここまで開いたら、ここからまた小指をぐっと崩しますよ。そう、開いて、ぐっと崩します。で、手首は絶対にこっち側。
はい、そう、内側に、外に負けちゃうと、手首が負けちゃうと、こっちが、そうそう、これで肘曲げて、で、こういうこと、こういうイメージ、そこです。で、自分でいきましょう。はい、正解。1、そう。2、そうそう。まあ、できてる、手首かけてる、そうそう。3、吸って、そう、はい。そう、吸って、できてる、そう、はい。そして胸閉じる、そう閉じる、そうそうそう、して閉じる、そう、目線の水、そう、下に落とすしかない、そう、はい、背中いきましょう、はい、そう、しっかり開いてから、はい、次はそう、はい、開いて、はい、閉じて、グッと開け、はい、ゆっくり肘曲げて、下に振る、で、もっとやばいです、はい、どうですか、いいね、気持ちいいね。気持ちいい。すごい。すごい。全部胸くるんですよ。あ、張ってる、張ってきてる。そう、そう。すごい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 。すごすごい、あ、ジムさんでも分かりますね。あ、確かに、うん、すごい、あ、すごいすごいすごい何カップ上だな、何カップ上だから、でもポテンシャルがあるんでねいい感じ、いい感じまだまだ下半身やってないですか、まだまだこれからですか、下半身やったらやばいと思いますよ、これ、そういえば太ももに肉離れがあるんだよな、大丈夫です。大丈夫です。ありませんでしたっけ？なかったっす、なかったっす。手しっかり開いて、手首から上に持ってきて、肘しっかり曲げて、そう開いて、こっからそう。1、そう、これで、はい、いいよ。2、そう。そう、重心コントロールして、コントロールして、そう。さあ、おいしいしょ、おいしいしょ、おいしいしょ。こういう、こういう。はい。そう、そう。あー、きつい。はい、5。まあ、これ。はい、6。そう、絞る、絞る、絞る、小指、小指、小指、絞って、そうそう、目、絞る、はい、小指、絞れ、そう、正解、はい、はい、絞れ、絞れてないよ、絞れ、絞れ、はい、そう、はい、そう、絞る、はい、ラスト2回、はい、ラスト、はい、はい、はい、閉じないと終わらない、早く、早く、はい、はい、
ますよ。せーの、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、はい、OK。 ナイス。はい、次ラストです。宮本くんが地面を這いつくばる姿が見れそうですね。そうですね、まあ上半身でこれでした、ね、まだ始まってないから。始まってない。でもさ、最後もこれ やるんですか。そうですね、もしあれだったら結果から、うん、大丈夫です。あこういう感じで9、はい、行きましょう。ぐらい離すよ。9、これ以上8、7、6、5、4、3、2、1、はい、OK。 ナイスセット。OK。 よし、行きましょう。1、そう、2、なるべく丸まって、反らない、反らない、背中反らない、丸まって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 、そうそう、3、そうそう、ちょっともっとこう感じると思いますし、そう、ガチャンとぶつかないで、ぶつけないで、はい、5、そうそう、6、いい形で、そう、はい、11、ぐっと、そう、8、そう、9、そう、10、そう、はい、OK、よろしいですよ。今アップなんで、アップこれからあのメインのセット、これ2セットやりますか。15回やって上で10秒、キープ。10秒か、一瞬一瞬、いつも10秒一瞬でしょ。そう、よし、行きましょう。せーの、はい、1、2、3、4、ラストを、はい、伸ばして切って離すよ。10秒ね。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、はい、OK。 マセット、ナイス、ナイスセット。今日はスクワットはやるんですか。あ、もちろんです、もちろんです。このスクワットやるためのすべてのこの準備運動、これは前の中に、うん、ウォーミングアップしてます。今やっと助走をつけて走り始めた。はい、ラスト15の10で、はい、そう、反らないようにして、せーの、はい、1、はい、せーの、さあ、上がってる、上がってる、ラスト、ゴールまでいくよ、離すよ、せーの、はい、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、はい、OK、はい、休憩して。ナイスセット。健康、健康だな。山本君の体はどんどん変わってるから。間違えてる。どんどん変わってる。変わってる、うん、生まれ変われる。糖を消費する体になってる。大丈夫。お、でも生まれ変われる。おにぃ。よいしょ、せーの、はい、1、グーッと、ここまでしょ、OK、正解、2、そう、はい、3、そう、はい、4、グーッと、はい、5、ついこれ、そう、はい、6、そう、はい、4、まあ、きつい、まあ、楽な意味じゃないですよ、基本的に、はい、8、はい、9、そう、10、はい、持ってきて、そう、はい、1、そう、はい、2、そう、ぶつかってるよ、ぶつかってるよ、そう、はい、3、そう、はい、4、そう、はい、5、6、7、8、9、はい、出そう、はい、OK、ゆっくりガチャーンですよ。ナイスセット。はい、もう次ラストです。はい。寝てるのかな。寝てます？寝てます？こんなドッキリ仕掛けやがって。ドッキリじゃなくて、俺らはヤマト君の体を本気にしてるだけだから。もうじゃマジから。うん、
思いやり手遅れになる前にね長く現役をね、はい、過ごしていただきたいお酒マンとしては間違いないさあ、はい、これでいきます、はい、そう皆さん OK 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 頑張りましょうはいセットです立った時にね、ちょっと分かると思うんですけど、もむの人の聞いてもらってもうちょっと待ってもうちょっと待ってあ、聞いてる聞いてますね、OK、そうです寝てる時は分かんないですね、聞いてる感じで立つとちょっとね、見栄えは少し悪くなるかもしれないですけど、ブルガリアスクワットっていうのをやっていこうと思います。あと2種目です。ブルガリアスクワットと普通のスクワットやったらもう終わりなんで。はい。そう。ただ、これが案外濃厚な時間になるかもしれない。うん、そう。すげえぞーそれはちょっと横に出てて。見本見せますので、ね。はい。で、もしきつかったら、テレビもこうやって使っていいんで。はい。こうやって使っていいんで、これで1。そんな男らしくないことしないっすちょっとまぁ10回ずつまずやってみましょう10回ずつ1回試しにで、まあ、じゃあ腰に手当てみましょうじゃあ男らしくじゃあ腰に手当てそうそうそうでしか前にかかるそうそれでしっかり、かかとに体重を乗っけて膝を前に出すときこっちのとしっかりですそうそうそう1ちょって上がるそうそうそう、周りに落とずにお尻を僕の方に落としてそう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 はい、9。はい、上がって上がって。はい、10。20。ガサガサガサ。はい、9。生まれてきた。生まれてきた。生まれてきた。気持ちわかるわ。気持ちわかる。わかる、俺もわかるよ。そうで後ろに体重しっかり向けて膝がなるべく前に出ないでしょこっちとしょこっちにこっとしっかり向けてそうそう1そうちょっと肩をですねそうそっちのいいぞ進行性2そうそうお尻後ろ落としっかり向けて3そうはっ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 はい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 まだ俺じゃない。もう一人でこうする。ブラジリアンですか？ブラジリアン。ブラジリアン。ブラジリアン。ジュースとかじゃん。次は10回やって10秒キープできます。いやあ、きついやつだ。もうちょっと前、もうちょっと前。そうそうでそうでしっかり一緒に体重。そうそうそう。上手さん一、そう。はい。はい。二。はい。そこまで。三。そういうバランス分かってきた。四。そう、まっすぐまっすぐ、5、6、はい、そう、いいね、はい、9、はい、10、はい、あ、待って、はい、ここからキープよ、はい、手戻して、手戻して、男らしく、はい、せーの、はい、10、9、8、7、6、5、7、3、2、1、わかる、同じことになったの、先週先週なったもん、これなさい結構足です深呼吸して、深呼吸してよし、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 
ナイスファイト、ナイスファイト、いいね。うん、あと1種目、ヤマト君全然来た時と体違うから今。いや違う、全然違う、生まれ変われる生まれ変われるそんな余裕があんなら大丈夫だよ、やっぱり。おで生まれ変われるアビスラスト1セット、いや、あのスカートで、ラスト勝負、はい、うん、立ち上がれ、立ち上がるんだお酒マン。あ、ミスだ、ミスだ、そう。休憩しちゃう、休憩しちゃう。うん。近いで行って。ブレーキングダウン出るから。そうなの。そうなの。これジムの名前リバースワンなんだけど、うん、下半身するとリバースしちゃうね。そういう意味なの。そういう意味じゃないっすけど。そういう意味。そう、生まれ変わるって言うのは、いろんな、もう一個のバースデーと一緒です。誰かを抱きしめてる。これができない。まあ、そうね、緊張話聞いてるから。そう、で、ちょっと気持ちちょっと強めに、そう、少し、あの、角度強めに開いていただいて。そうそうそう。そして、前グッとそう、クロス。で、お尻伏せていきます。せーの。はい。いいですよ。1、そう、ぶつけるぶつける、そう、いいね、いいね、2、そう、そう、かかとに体重、そう、そう、うん、いい感じがいい、そう、4、つま先に乗せすぎない、そうです、そうです、そうです、うわ、そう、いい形、いい形、はい、4、1のと8、そう、しっかり膝を曲げて、膝を曲げて、9、はい、10、はい、OK、ケー、休憩してね、すごいしょ、ナイス、よし、こっちは大丈夫そうだね、うん、そう、膝は大前、これだったら問題ないじゃないですか、はい、いい感じですね、さっきのブルーガイの時もあまり膝曲げてないようになってましたし、で今のこの形も膝が全然動きおかしくないんで、はい、はい、で、あの動きをしながらこう割りながらこういう動きが入ってくるとちょっとダメなんですよ、その割ったままっすぐ上になってくる分には全然問題ない、はい、そう、そしたらね、ちょっとね、重りを、ね、少しずつ追加していきます、で、あ、いいですね、はい、よいしょ、せーの、1、そう、はい、はい、ストップ、はい、うわぁ、はい、よかった、はい、OK、 いいねー、いいよ、いいよ、山の神、 OK、 山の神、山の神、ご交差しちゃってでも、もう次ラストですから、うん、はい、この重りで2セット、この重りちょっと増やしましょう、18キロで15回やって10秒キープしたら終わりです、2セット、はい、よいしょ、これ呼吸まで整ってなくてもいいですか、もうちょっと整えましょうか、ちょっと変身するかいきます、いいっすね、そうそう、集中して、足そう、ローラー、ローラー、ローラーのようにそうそうそう、さあ、頑張っていこう、よいしょ、はい、10秒キープね、はい、はい、出せない、イエス、そう、出してもらって、うん、そう、かかりの体重を受けて、そう、伸ばしかない、うん、そう、意識意識、うん、そう、意識、うん、いいよ、うん、次いないね、はい、次いく、次いく、せーの、あと5回、はい、せーの、はい、はい、聞いてる、聞いてる、はい、そうだ、はい、ラスト、ラスト、せーの、はい、行こう、はい、キープしよう、はい、せーの、ストップ、10、ストップ、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、それちょっと
お疲れさん。はい、もう残すとこ本当に本当にラストです。次だから次だから次10秒キープできなかったらやりましょう。最後ピタッと補助なしでピタッと男らしく終わらせましょう。燃え尽きたぜ。大丈夫ですか。めっちゃ熱そうな人。これでね、健康な体に一歩踏み出したから。フィジークの大会の機会ですよね。ブレイキングダウンし。フィジークもあるし。もあるし。あと最後トライアスロンだよね。きちい。ハートが強い。めっちゃ強い。やっぱり、おならでそう。白いズボンだから、後ろのところ黄色くなってくる。ちょっとね、お猿さんに戻ってきましたね、リビングが。すぐ曲がっちゃった。頑張りましょう。はい。200m1本、頑張れ。はい、 200m1本で、いきますよ、よーい、どんどんいけ。さあ、ヒルさん、ヒルさん、はいはい、もう早く、うわー、見て見て、全然進んでない、全然進んでない、もう早く、もう早く、うわー、さあ、強く強く、もう強く、うわー、しっかり引いて、しっかり引いて、うわー、さあ、もっと蹴って蹴って、上げて蹴って、強く、さあ、上手に、上がってきた、上がってきた、これがパワー、これがパワー、上がってきた、上がってきた、そう、どんどん上げて、どんどん上げて、パワー、どんどん上げて、パワー、上手、上手、いいぞ、いいぞ、いいぞ、あ、ギリギリ、ギリギリ、折り返し、折り返し、はい、30秒で 100m ぴったし、上げて、上げて、上げて、持って上げて、持って上げて、いける、いける、1分いける、1分いける、頑張れ、頑張れ、引き切れ、引き切れ、前見て、前見て、ほら、見て見て、ここパワー、ここパワー、持って上げて、持って上げて、ぐっと、グッド、残り50キッド、はい、残り30、残り30、はい、頑張れ、残り20、はい、ラスト、ラスト、ラスト、はい、いけ、はい、オッケー、58秒、オッケー、お疲れ様です。山本くん、やりきりました。お疲れ様です。はだす、はい、正気です。はだす、オッケー、はだます。生まれ変わりました。間違いない。トイレ行ってきます。おっと、ありがとうございました。
お酒飲んで。やりきりましたね。やりきりました。素晴らしい。はい、ありがとうございました。いやいや、何言ってんですか、まだあるじゃないですか。僕も頑張ります。はい、じゃあケンチンのダイジェストでお送りします、はい、よろしくお願いします。どうでした、山田くん。お疲れ様でした。騙された。心地いいっす。わー、素晴らしい。なんだか生まれ変わりました。生まれ変われた気がします。今後ともお酒マンとしての活動を続けてください。いや、全然違うね。全然違うでしょ。全然、あ、全然違う。なんかちょっと全然違う、全然違う。ねえ、自分なんかい。ねえ、近いに。グッド、グッド。全然違うよ、これ。全然。あ、本当だ、張ってる？全然違う、ほら、全然違う。ありがとうございます。生まれ変わったね、やっぱね。ありがとうございます。すっ、すごい。あだし、あだし、もうあだしも現実。あだし。15回見せると。はい、行きます。一、二、三、五、あらあらあら。一、一、一、二、三、四、五、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。ケンさん、ありがとうございました。ありがとうございました。どうでした、まさか今回の。聞かされてなかったんで、最初はこんなやろうと思ったんですけど、なんか今となってはすごい気持ちよくて、うん、なんか生まれ変われそうな気がしました。リバースワンで、リバースワンで、リバースワンで。そしてその後に終わって、いやって今、山本君より吐きましたよ。2回目なんで。今日また違うトレーニングでしたね。加圧だったりとか。そう、加圧もあり、回数も多め。はい、山本君が言えば、ちょっと元々の、まあ、持ってるものもあったんですけど、はい、ある程度、しっかり追い込めたんじゃないかなと思うんで、はい、また次回ちょっとレベルを変えて、はい、少しずつこう伸ばしていく。うん、で、やっぱちょっと自分自身でも運動しないと、はい、そうですね。健康が一番大事なんだ。はい。体、はい、に、たくましく。たくさん飲める体になっていきましょう。お願いします。お願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。よろしくお願いします。開会でもいいよ。あれ、この人で。なるほど。あー。あI'm sorry.